はい、皆さんこんにちは、ヒューガーです。ということですが、本日はですね、天気が快晴でございます。はい、ということで本日はバーミヤンにもっち飯を行きたいなと思います。はい、ということでですね、2022年初めてのもっち飯です。はい、ということでですね、メニューを見た時にビールが一番最初に目が入っていってしまうんですよ。はい、この時ですね、昼の2時ぐらいだったんですけれども、一発目にビールが入って、もうすっごい飲みたくなったね。うん、初めてね、一人でぼっちでバーミヤンに行ったんだけど、やっぱね、メニューが豊富でね、中華やっぱいいなと思いました。僕ね、結構中華好きなんですよね。そしてですね、僕がね、今回頼んだのが麻婆チャーハンと卵スープと餃子を頼みました。はい、序盤にね、一旦ね、このメニューを頼んで、後からまた違うのもね、頼もうかなと思うんですけれども、こういうあったかいスープを飲み放題って結構良くないですか？うん、俺ね、こういうね、飲み放題とかの結構やっぱりギリギリまで行っちゃうタイプなんですよね。はい、やっぱそういうもんじゃないですか。飲み放題だったら元取りたいみたいな、やっぱ気持ちになりますよね。はい、でそしてですね、こちら麻婆チャーハンでございます。はい、そしてね、この温泉卵もついてきました。はい、ということでね、この価格一番美味しそうな感じで今回お送りしていきますよ。はい、まあ、ちょっと周りをキョロキョロしつつも麻婆チャーハンをしっかりと見せていきたいんですけれども、一口目パクリって熱い顔していく。はい、まあやっぱりね、麻婆チャーハン、僕こういう系の中華結構好きなんですよね。はい、まあ、チャーハンってさ、まあ、中華やん、美味しいに決まってるやん。ということで、まあ、麻婆とチャーハンを今回食べていくんですけれどもね、ここでですね、なんと若干サムネ撮影していく、チラリとサムネ撮影して、ここでまた食べていくと。はい、皆さんは中華だったらどういうのを食べますか？僕ね、麻婆チャーハンか、まあ、ごま団子か、まあ、餃子かって感じなんですよね。うん、でこの日はね、なんとなくごま団子が頼みませんでした。はい、でそしてですね、この温泉卵をしっかりと乗せていく。はい、こちらなんとクルメミルってよくわかんないんですけれども、まあなんかついてきたからやろうかなと思ったら全然出てこない。やりまくっても全然出てこない。やり方なんだこれと思って、もういいやと思って諦めましたよ、結局。はい、でなんかもうめっちゃ頑張ったのに全然出なくて、なんか何だったんだろうみたいな感じで、暑い時ってベル出しちゃいますよね。はい、ちなみに今回ね、2022年初めてのぼっち飯なんですけれども、皆さんはぼっち飯一人でどこまで行きますか？まあラーメンとか、まあ一人でカラオケとかはね、よく聞きますね。はい、まあ僕友達に聞いたのは焼肉とかも聞きますね。今年は一人映画でも行ってみたいなって、ちょっと挑戦してみたいですね。はい、そしてですね、次、あの画角を変えていきまーす。まあ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 っていうことですね。まあ画角を変えて、こっち側の正面でやっていきましょう。はい、まあ、こういう画角もやっぱちょっと食べたいじゃないですか。はい、間違えた、画角は食べたくないですね。はい、あの画角も見たいじゃないですか。はい、すいません、ちょっとね、噛んじゃうアフレコとかも全然あるんですけど、気にせずに皆さんよかったら聞いてってください。お願いします。まあ今年の僕のぼっちとして、まあ目標としては、まあ今年の最終ゴールとしてですね、僕一人旅を今回掲げていきたいなと思います。一人旅一回はやってみたいんですよね。はい、まあ、それを今回目標にしてやっていきましょう。はい、そしてですね、今食べているのがね、餃子ですね。はい、まあ、餃子ってさ、2つパターンいますよね。まあ、醤油にラー油にお酢パターンと、お酢に胡椒で食べる人もいるんで、僕はね、醤油ラー油お酢パターンですね。はい、まあここでね、麻婆チャーハンもうごちそうさまというか、はい、もう最後のラストスパートという感じで、
次ですね、なんと小籠包頼んでいく。美味しそう、小籠包ですね。やっぱ小籠包は食いてえよな、中華っぽいもんな。皆さんさすがに小籠包は食べますよね。はい、これは共感してくれるんじゃないかなってちょっと思っています。はい、ちなみにここでですね、なんと僕の前でキッズがですね体温計で遊んでるんですよ。すんげーピークって言ってるんですよ。僕もなんかじわっちゃって何してんのみたいないやいやいや体温計遊ぶものじゃないよみたいな、めっちゃピー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 やってるんですよ。だから手をやるところに頭をやってて、ずっとピー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 やっててキッズすごいなみたいな、やっぱちげえなみたいな思いましたね。はい、っていう感じでね、今回もね最終的にこんな感じでした。まあ、これからねまたまた今年もどんどんじゃんじゃん僕のぼっち飯をやっていくんで、ぜひとも皆さん見てってください。まあ、ということでね、今回もね動画を終わっていきたいなと思います。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンのコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでね、今回も終わっていきたいなと思います。ではまたねー。いやー、どういう顔してんの彼。